話し合いましょう。どうなさいます？ああ、もう自由で構いませんよ。自由にやっていただいて。あ、オッケーです。どうしようかな。占いで、ああ、うん、占いで出たいです。はい、わかりました。はい。よいしょ。お待ちこくれ、ださ何、い。紙なしでも話すのめんどくせえ。自由にでいいじゃん、こんなもん。打ち合わせが必要、まずこのゲームに。これ話すの、初めに。朝が来ました。別初に、日の集相方敵さんはは普あ通りの人まだからいいせんん。だけ8ど、番、これ話す3シス番、テムがめんどく発言せえしなっまていす。う。これ話すの？はい、お願いします。しおとくんに自ないで由です。いいじゃん。言うのめんどくさ占くてね、い師こと霊能師さんに関しては、僕は一周目から出う。ていただいた方が、まあ、やりましょまあ、僕の位置なので精査しやすいなあ、と思います。聞かれても、で、死人ぬこ狼とってかし多ないで分すか？22は番い、目もうがすいま一せん。番はメジい。ャーだと思ってるんで取すられけたらしど、ょうがないんで。大体の人っはい。てすいません。と、見せ22番か目けて、で、やっぱりやりま霊能師す。ローラーやと思うんですやけめとど、くか。僕の場合ブロッは、クされたらめんどくせえし。やめとくわ。8割こいつは真やなって思った方がおれば、岸田氏のグレーズリーも結構いいと思ってるんで、頭に入れといてほしいです。で、あとは、まあ、占いは基本神道、霊能は神教で考えてます。ぐらいですかね。で、あとは、やっぱ黒いと思ったところには理これ由づ毎け回で、言わなきゃいけないの、夜のな会ん話となくで。とかフィーリングは嫌いなので、ぜひお願いします。以上です。でも、天茶がないからもうバラすよ。あ、俺もうバラしてもいいから別に。俺の狼をさ、俺の狼を、9俺の番、狼をため3になると番、思って見てる発人いない言しだろます。はい、CEO のあゆみです。血のら封印するよ。私は仕方22ねえ番が。面だったら、まあ、10割マックスで新要素がないあんとまり基ブロック本された的ら困にるし、ロ初ーラー日をから。しようかなって思ってます。だから8番さんとは8割で決め打つんだって感じ。結構8割って微妙だなって思って聞いてました。まあ、ただ占い霊能はまあ1周目出た方が、8番を精査しやすいって言ってたけど、私はどの位置でも1周目で、基本的になんか偽から白もらってるとか、そういう、まあ、盤面で強くなる以外には発言で芯取ってほしいし、まあ基本的に初日に狼釣れなかった場合、占いが肝になってくるから、まあ、頑張って発言で芯を取ってほしいなって思ってます。はい。では1番さんどうぞ。1番さんが発言します。はい。9番さんが言ってた、8番さんが8割で決め打ちするっていうの、8番だいぶ結構、なんて言うんだろう、それ、やばい思想って思うんだよね。やばいっていうのは、危険な思想って意味ね。うん。そこ外しちゃったら、やば、なんていうの、やっぱやられんじゃん。だから、俺はね、基本的に安定進行を取ってってやるタイプなんだけど、まあ、ごく稀に、決め打つ盤面ってその時って、まあ、相まあ、当自信があるとき。うん。いつもよりはで、少しまあ、だけやこっれたぐふらりをしい、て、なやんっだぱりろう、やらな例えいっていば、う。こいつも4多分、と5が出てたとして、4に落ち度がだいぶあったなっていう。何をしますで、か、盤本当面に。的に見だってて、話してもまあ、さ、ちょっ気とまずくてこう、さ、どうしたまあ、らいいの、5あの方れ。で芯決めるっていう夜な、会をなそしれにぐしらようっちゅういの、差異があっもう。て、ようやくなんか気こう、ま軸ずがい折れたっわ、ていう。話すだの。から8番さんだって作戦も何にも対自し由てには、やっまあ、たそうらいいいうじゃ考ん。え方もあそるんだろうけど、ちょっと印象が悪い。う。だから俺、上手9いん番だからささ、ん実とは、は、実まあ、力あるプレイ考え方はヤー、近いんじゃないかなと。なんで実力あるプレイヤー、狼は2本当番は上手な人さんは、が発言自し由までいいす。んだよ。あ、よろしくお願いします。使用特にありません。まあ、進行の話で今まで来たと思うんですけど、確か8番さんの、8割、の思想がちょっと、僕もちょっと気になってたところだったんで、それに、突っ込んだ91は今のところフラットに見てて、まあ、どっちかっていうと8番さんの方が、まあ、人外寄りの思想なのかなっていうふうに、今のところは思ってます。まあ、ここから 占い、まあ、出ると思うので、まあ、そこから2週目でちょっと精査とかしていきたいんですけど、まあ、僕、まあ、このアプリ、まあ、初めてっていうこともあって、どういうふうに進めていくのかっていうのは、まあ、はっきりと今の段階ではちょっと言えないというか分からないので、まあ、
認知進行がこれ普通だと思っ、普通っていうことなんで、まあ出てからちょっと考察していきたいなと思ってます。以上です。3番さんが発言します。これの愛しで8番さしろでした。八しろです。発行お願いします。八しろなんですけど、ちょっとそこを把握してほしくて、まあ、私も聞いてて、んってなったから、もしかしたら狂人かもしれないんですけど、まあ、白ですよってところだけ把握はしてほしくて、だから、普通にまあ、9、1、2番さんが、まあ、村だったらそういう反応なのもわかるしって感じで聞いてました。ただ、特に黒要素とも捉えてません。蜂を殴ったからといってっていうのは、私自身も、ちょっと8番さん狂人かなとか思いながら聞いてたから、8割っていうその、あれは難しいかなって思うから、結構だから今回、狼、まあ、912に狼ってちょっと濁っててわかんないです。結構、みんな同じ発言だったし、まあ、まあどうなのかなと。4番さんが発言します。はい、霊能です。1個だけ今912の中で気になったのが、まあ、2番さんの8番に当てた人外寄りの思考って言ったけど、まあ、そこはそこまでちょっと悪意的な解釈かなってちょっとだけ思いましたね。まあ、それで2番さんが黒いとまでは言わないんだけど、若干印象悪いかな。あのね、まあ、僕自身が霊媒だから八幡さんに賛同するとかじゃなくて、割とその例の二人で出た時ってやっぱ信教の可能性って非常に高いんだよね。その場合に、まあ、そこがその二人がフラットだった場合はしょうがないにしても、8割を超えるぐらいでこっちが死んだなって思ってる人がいるんだったら、岸出しして22からグレーズリって正直信仰としてめちゃくちゃ攻めてはいるけど、まあ、本当にセオリーとしても実際あるんだよ。セオリー、ごめん、セオリーは嘘かも。セオリーではないかもしれないけど、実際ある信仰だから、人外。あなたの発言です。はい。うん、これはもう、8番が人狼ですね。3番が囲ってるんじゃないですか。狂人がもうやばいと思って8に白を打ったように。うん、発言から、ひょどひょど、ひょとっているような感じがしますね。白なんだよって言い聞かせたいような。うん。一番は、どうでしょうね。まあ、霊能をね、決め打つことは無理です。ですから、ね、死を出したい、人狼。そして、グレーズリー行きたい。あばよくば、まあ、ね、真を次の日釣って PP 狙っている。見えました。うん。ただね、4番もちょっとね、これは怪しいなと思って。3、4、8、二郎構成ではないかまで疑っています。赤白の4強人まで疑っています。うん。まあ、8釣りでいいでしょう、今日は。以上です。っていう、狼の時しか言えないぶっ飛び発言で、囲ってたら6番ったら釣られるよ。6番。もう囲ったらもういろんなレベルの発言したよ。はい、おはようございます。占い師です。9番が白、9番が白、把握お願いします。3、4、8的に、3、4的に回して釣られる。対抗、今日で8郎。まあ、なくはないと思うんですけど、8番、9、1、2から叩かれてて、まあ、9は私の城なんであれなんですけど、1、2から叩かれてて、相方1がいないんじゃないかなっていう感覚なんで、8黒はそんなに見ておらず、対抗が、で、占い、セオリー通りであれば黒のように見えるので、黒で、疑われたところに囲った、釣られる方向性、それもあまりないように感じられますね。なんなら3が2世で見られたときに8が同じく怪しいよねみたいな感じで芋づる式で釣られることを望んだまであると思うから、8は発言云々というよりかは最高の行動的には白に見えるかなという感じですね。2周目発言伸ばします。あ、いや、やっぱりやめよう、しんどろ。しんどろやるか、やっぱり。申し訳ないけど、僕がいる以上はもう6番のシーン切ります。もう6番さんのシーンは切りました。5番ってめちゃくちゃ
おかしくて、3、8、ローローの4強人とか言って、今日は8から行きますっていう人物じゃないから、6番さんって絶対5番に触れるべきやから、占い師やったらね。それをひたすら3、8のない理由ばっか言ってるから、なんか芯ないなと思ってた。で、8番は強人かなってぶっちゃけ思ったんですよ。8番の最初の進行論で話すような内容じゃないから、なんか、占いもらいたい強人なんかで、狼ではないなと思った。だから、あの、釣り切ら、8割方釣り切、あの、決め打ちますっていうのって、俺、強人で2、2番面作らせて、カリウッド出させて、グレーから詰めるっていう、うん、やっぱりやるらしいんだろ。2、2番面にさせたい強人なんかなと思って、新ローローにさせたいね。だから3番さんから8番強人に視点出てきてるの良かったし、6番の今5番に触れられへんかったのおかしかったし、あと2番で気になってるのが人外志向って言ってる、うん、もう加工ってもやばいレベルの発言をした。加工可能性があったんで、めんどくさかったんで、もう明らかなブラック発言して8番さんが釣られる動きを取ってるんで。はい、じゃあまず占い師について話しますか。僕は3のローはないと思ってます。なんでかというと9,1,2 に叩かれてるんですよ、僕って。それで3番さんがローだった場合、相方として囲う可能性もあったと思うんですけど、さすがに 9,1 に叩かれたら囲うことはできないと思うんですよ、僕は人狼の場合。マジでストレスだよね。で、僕が強人やと思ってローが囲うっていう線もないんですよ。見せ目に追われるから3番さんって。だから3番さんがローの場合、僕を白出すっていうメリットないんで、3番さんローはないと思ってます。あっても今日からね。で、6番さんに関しては、番7番からの指摘もあった通り、5に触れへんのはちょっと変やと思ってるし、で、あと912のグレーン912に関してなんですけど、全く3人とも同じようなこと言ってた気してて、でここの色がちょっとわからなすぎて、現状、うん、これ早く終わらせた方がいいから。一旦残しといていいかなって僕は思ってますね。7番カリウドとかで出そうな気してるし。うん。で、7番が最白。で、騎士9番。2、1番、9番。ということは、片白、占い6が9番。でいいや。あ、出るのもやめた。9に刺さってるんか。早く終わろう。僕の釣り位置としては、1、2、どっちか釣りたいですね。5、7、はい。5、でも5が狩人じゃないんか。ってなったらどうや。いい1、2、まあ、1、2、5、まあ、7は入れたくはないっていうことだけは残しときます。で現状3のローはない。なんで3、進、6、ローか、3、強、6、進か。で、見てます。で、なんで3が強やった場合は2、進、ローいるんで、1、2、どっちかに絶対おるなっていう。うん。早く終わればいいじゃん。9番さんが発言します。まあ、い俺と他に組んでも勝てないから。8番の中で5番の騎士らしさがなくなった時って、じゃあ5番って何者になるのかって精査必要じゃないかな。それで 1,2 になるんだって思うし、まあ、9,1,2 って明確に、まあ、9,1 と2で分けられると思ってて、まあ、9,1 ってまあ8番、まあてか全然言ってること近くないって思ったんだけど、色見えないっていうか、9番は8番と思考が違いますよ、1番は8番が危険思考ですよ、2番は8番人があるんじゃないかまで言ってるから、なんで一緒にするんだろうっていう8番にも違和感なのと、それ言って終わる。むずいね。占い星座、占い星座簡単だろう。6番で気になったのは912が8を叩いてるってなるって思ったかな。なんか白崎もなんだけどみたいに言われたけど、いや叩いてないですよ別に、思考の違いだねって言ってるだけだから、なんか精査が微妙いなって思った。あ、後ろ8白だったわ。まあ8番強人もあるかもしんないな。結構進行論云々っていうか、なんか今の精査が結構、じゃあ5番から何も出なかった時って8番目線って5番って結構黒であるんじゃないかなって思うから、まあ、8、3っぽくはなかった、8番の考察が。3強の8とどっか行く方か、8番が単体で強人か、みたいな感じだと思って。特に村要素も残り拾えてないけど、現状、5番か2番あたりかな。あ、CO もしないから。感じ。まあ、私、噛まれるんで。
はい、4番さんに任せます。やめましょう、何も出るのはやめて早く終わらせる方向にシフトして、それ発言して7番釣りをして振られて1番さんが発言します。しかももったいないから。まあ結構9番さんとは違うかなと思ったんだね。9と1って思想の話してるだけでさ、8番さんのなんていうんだろうな、あの考え方っては危険ない、あのなんていうかな、最高も出ないよ、まあちょっと合わないよねってことで、2番さんは危険思想なんよ、8番のことだけど人害あるかもしれないって言ってんだよね。うん、俺9と1はそれが人害が言ってる発言っていう捉え方じゃないの。まあそれってちょっとなんていうかな、危ないんじゃないぐらいでとどまってんよ。うん、2番さんはね、そういう発言っていうのは人外行動の発言だよね。もう8の発言って村でもまあそういう考え方の人いるでしょっていうのを9と1は思ってるわけよ。だから俺は7はね、6を芯切りますってもうこの状態で言ってるから、まあライン切りにしては強すぎるかなって思う部分もあるんだよね。うん、だもう俺はまあ正直今日2番さん釣ってもいいんじゃねえかなってちょっと思ってる部分があって、うん、まあ、8に関してはまあ強靭目とかもしくは狼とかありそうな、ある可能性はあるかもしれないけど、まあ白が出てるから、まあ2か5、うん、かな、まあ、5番はちょっとなかったんじゃないかなとは思ってね。5番はまあ3が8に白飛ばして囲いがあるんじゃないかって、うん、言ってる感じ、別に落ち度なかったんじゃないかなって思うから、まあ、2番さんかなとは思ってる。まあ、2周目の話聞いて、まあ、票が変わるかもしれないけど、現状ちょっと2かなっていう風な感じでは思ってますね。2番さんが発言します。そうなっちゃうか。あ、僕1番さん、の発言で気になったのが、じゃあ5番はってなっちゃったんですよ。てかこの占いは僕囲いはないと思ってるんですよ。9番さん、まあ、シーンの記事の村方になしなんで、ってことは3と6に、まあ、ワンチャン一郎がいるんじゃないかなっていうふうに僕は思ってるんですよ。ってなったら、5番さんが4番さん霊媒出たときに、真じゃないかもしれませんみたいなのを言ってたんで、5番さんサイクロになるはずなんですよ。8、9、あの、1、2の感じからしたら。で、相方位置としては5、あの、6番さんとかすごいになるのかなって僕は思っちゃったんですよ。だったら、まあ、1番さん視点、僕じゃなくて5番さんになるんじゃないかなって思っちゃったんですよ。で、思っちゃったんですよ。ってなると僕7番さんちょっと 白っぽく見えちゃうような発言になりますけど、占いの真偽は別に明日以降でいいとして、今日僕釣りっていうのはちょっと飲めないですね。だってなんか5番さん出てほしいみたいな感じの相方に出てほしい、霊媒出ててほしいみたいな位置に見えませんか、さっきのあの1周目、うん、で僕に釣り誘導してくるっていうのはちょっとあの危険というか、うん、それやっちゃうんだって思っちゃいますね。僕は5番、占い今日行かなくていいと思ってるんですよ。9番さん絶対噛まれちゃうんで。で、あ、俺、生き残る気ないから7番さん。まあ、霊能が明日生き残るの確定してるんで、今日5番から行くのが安定なんじゃないのって思っちゃいますね。はい。うん。でも、それで明日以降の、占い次第で、その、なんだろう、囲いが発生してるかしてないかの判別をつけるべきだと思ってます。3つ押さないで7つ押すよ。鬼いらんとか食らったらめんどくせえなって。3番さんが発言します。そうだから。と、私は、おそらく5番さんが考え方を変えてくれない限り、負けちゃうかなとか思ってて、私が真なので、5番さんは3、8郎の4強人、まあ、まず4番さんが強人っていうのも間違えてるから、9番さんちょっと一転した方がよくて考えを。で、おそらく、うん、私はめっちゃ7番さんがすごく心象が良くて、黒要素を拾えなくても本当に真っ当な村一で、みんなに置いてほしいです。で、3番、9番勝てばいいじゃん。1番さん
か2番さんかなって思ってて、まあ、1番さんは、まあ、5番がまっとうってなってるのは、まあ、なんか3、8で結構あるかもって、おったのかもしれないなっていうのはあって、ちょっと、めんどくさいから7番やっぱ気になっちゃうのと、2番さんは、なんか普通に、早く終わろう。7番その釣りをして生存意欲が高すぎる。そこに言われたら2番に行くけど、僕を絶対釣らないでほしいっていうのは、おそらく6番が狼で合言で出てて、まあ、2番が釣られたら、3、6釣り切りとかで、そのまま死んじゃうから、そういう風になったのかなって思うと、2、6、ロロが一番怖いのかなとは思ってます。で、5釣りで、色気が黒で。うん、ゲーム終わればいいじゃん。5番は何なのって1番さんに問いかけて、次のゲーム入ればいいから。結局じゃあ2番さんは、オオカミの消化試合なんかどうでもいい。どこを黒く見てるのかなって、占いどっちが真偽ついてるのかなっていうのがあんまり私は分かんなかったから、ちょっと5番さんがちょっと考え直してくれないとして不安になりそう で、1番さんはでも村だったら、ちゃんとこう、いろいろ考えを巡らせられる方かなとは思うので、村だったら来たらあれなんですけど、2番さんと5番さんがやっぱ気になる。だって俺はもうおかしな発言してるから4番さんが7番発言します。それ早く取られて負ける。5番1本して1番統一占い、5番1本して1番統一占い、今日は5番を釣って、占い師2人とも1番を占ってください。僕も7番を白いと思っているので、現状で外します。3番も外している。2番からも7番が白くされている。もうここの人狼は1回考えないでおく。最終盤面になってから初めて考えればいい。なので7番は1回外します。で1番も微妙すぎた。5番を入れないのが意味がわからない。5番結局このムーブで騎士がありませんでした。なので、結局この人は自爆できないの。これゲームでまだ現状存番な対抗が出ていないにもかかわらず8番1本釣りを自爆できないんだ。これもう村でも置いておけないので5番1本釣りで、1番も、時点でその5番に対して、縄を向けない。 5と2で比較して2番になるのが全く理由が僕は理解ができなかった。共感ができなかった。まあ、理由は言ったよね。マスター取れないのかな。それが理解ができなかったので、ブロックとかしないよ。5番1本釣りの1番統一占いでいいんじゃないでしょうか。マスター多分変わんないと思うよ、多分これ。9番さん2号ランって言ってて、まあ僕もね、9番さんの発言が終わった段階では、僕も2号ランだと思ってたんだよ。2番が、8番に対してね、人外寄りの思考って言ってて、それはちょっと悪意的じゃないって僕も1周目に言ったよりね、って思ってたけど、2番が別に今の2周目で、別に悪くなかったのと、1番が2周目がすごく、微妙すぎたので、5番を釣り位置に上げないのが。なので、5番1本して、今日は絶対5番釣りの1番統一占い、2人とも1番を占ってください。それでお願いします。あなたの発言です。乱しないんだったらもう言います、5、6、ロロです。4番ってさ、自分釣り押されたからってさ、そういうのやるのってよくねえだろ。52とか51とか57とか組めよ。こちらもゲームしたいんだよ。ゲームしたくて5番1本指定されたらさ、もうゲームにならないでしょ。人狼してもう腹立ってくるわ。52とか51とか57やらなかったらゲームにならないでしょ。自分が釣り押されたからってそれ村で言ってるかもしれないんだよ。5番は違うって127とか押してくれたらこっちもゲームできるよ。5番1本だったらゲームにならないでしょ。56ロロです。これで面白いんですか、4番さん。俺は本当怒ってるよ。52とか51とか57とかやってくれよ。ランテージしなかったら意味ないでしょ。自分の権限で1本指定してさ、で、狼が黙って釣られる？ゲーム性が崩壊してるから、もうちょっと56ってバラします、もう。いいでしょ、皆さん。4番に火があったと思うよ。5番1本ないって。52、51、57ってやらなかったら俺はどうすればいいの？わかる4番。これからちゃんとゲームをちゃんとやってくれよ。52、51、57で5番釣られたらいいだろ、ゲーム性として。で、それだったら別に俺も戦えるでしょ。やれないでしょ、これじゃ。俺は何か悪い？これ。うん。自爆ボタンがこれどこにあんの？自爆したいぐらいの勢いなんだけど、どこにあんの？自爆ボタン。自爆ボタン教えてくれれば自爆するよ。うん。5、6でした。ちょっとね、5番1本指定ってさ、それでゲーム性成り立たないでしょ？俺がクレーム出してもしょうがないでしょ？考えたら、自分が釣られたから、気に入らないとか。単位をかじり発言してるから、ここは6っぽくないとか考えないの？変な発言してるから全部自分なの？うん。ちゃんとやってほしいよ。役職だからってさ、そういうの甘えてやらないでくんない？
52、51、57のランテージしろよ、まず。俺が怒って正当性あるでしょ。うん。早く終わりましょう。自爆ボタン押して、押して。56、はい。6番さんが発言します。5番さんが実施しました。やんない、一本指定したからもうやんない。そのままお待ちください。うん、一本指定した場合には俺やんない。一本指定したから俺はやんない。俺はもう怒りを覚えたから。ゲーム性が崩壊してる。必ず積んなきゃいけねえじゃない。ランテージしろよ、まず。コラボ神の時にこういうのが許さないから、まず。そのままお待ちください。昨夜襲撃されたのは、6番さんです。もう終わらせるよ、俺。もう理由つけてでも終わらせる。うん。試合終了。敗北しました。